タブート2は、マジローによる日本の漫画作品。月刊コミックアライブにて2010年1月号から2017年8月号まで連載。2016年7月より、テレビ、東京ほかでアニメが放送された。正義感の強い中学生の赤塚正義、通称、正義は、昔、謎の男から、守門と呼ばれる兵器を手のひらに埋め込まれた。時空を歪め、 を作り出すことで周囲に壊滅的なダメージをもたらす特別な諮問を得た正義は平凡な日常を送っていたが偶然であった正義同様に諮問を持つ暴国のエージェントの少女イジーの主問の回収を手伝うことになり諮問をめぐる国家の陰謀と秘められた大きな謎に巻き込まれていくブラフマンアリアの姉妹国王の命で行われた人体実験で生まれた失敗作 唯一、外界で活動できるのは成功作のアリアのみ。他の姉妹は、動くこともできずに容器に入っているが、動けてもサンサーラの特殊な環境でしか生存できない。彼女らは遺跡を操作するための入力装置であり、全員アリアとリンクしているため、互いの自我の境界も曖昧である。アートマン2016年7月から9月まで、テレビ、東京他にて放送された。 ありがとうございます。